この人たちじゃなないいとできないみたいな制限が割と取っ払える可能性があるっていうのがすごくよくていわゆるそのハンディキャップ がああるるる人たちもも一緒に楽ししめる可能性もあるし年齢制限も別にあるわけじゃないのでおじいちゃんおばあちゃんが e スポーツのチームを作っている国がヨーロッパの方であったりとかあとはジェンダーレスエリアレスっていう形で地域を問わずとか性別を問わず一つのコンテンツをみんなで楽しむ世界を作るっていうところに可能性を広げていけるっていうのがあの e スポーツのいいところなのかなと思ってます。 いわゆるそのスポーツビジネスと呼ばれているものは大会の興行主っていうのがいてそれを見て楽しむファンによって支えられていて、まあ、それを放送するメディアとそこにリーチできると思っているスポンサーさんのスポンサーフィーでそこで活躍する選手に対して給料が払われてそれを見ている人たちによってシステムが回るというのが一般的なイメージだったかなと思うんですが。 まあそこに対してゲームはサッカーとか野球とかと比べて、えっと、どのゲームタイトルも必ずゲームメーカーの持ち物。 でああるるという考え方があるので軸としては必ずパブリッシャーというキープレイヤーが出てきますとでそのえパブリッシャーに対してファンは大会を見るっていうこともそうなんですけどあのプレイヤーとしてそのゲームにこう課金をしたりゲームを買ったりとかっていうことを行いながら海外の場合だとゲームのファンが課金した人たちっていうのがその課金の何パーセントかを大会の賞金に当てますよっていうケースもあるし例えばパブリッシャーが自分たちで興行を主催するからそこの主催費を興行主が持ってもらう 必要はなく自分たちでお金を出すのでそれをイベントビジネスをやっている人たちと一緒に組みながら大会を作っていくなんてことが生まれてたりしていますシンプルに何かっていうと切り抜きのビジネスですね最近ここ1年ぐらいで2ちゃんの創業をしているひろゆきの切り抜き動画を一度。 は見たことがあるんじゃないかなと思うんですがでじゃあなんでこの切り抜き動画が、えっと、ゲーム領域とか e スポーツ領域に食い込んできているのかっていうのをちょっとお話ししていきますと日本のゲーム動画とかゲームライブ配信っていうのは誰が見てて何が放送されてるのかっていうことなんですよねこれ去年の12月のデータなんですけど、まあ、ポケモンは最近タイトルが出たので瞬間的に視聴が伸びるんですがここ3ヶ月6ヶ月ずっと見ていくとやっぱバロランとエーペックスージェンズエスケープタルコフマインクラフトこの辺があのずっと上位を占めています 1>, 1ヶ月で日本人がバロラントの動画だけでも8億分ぐらい視聴してるわけですよねでこの8億分っていうのはどういうふうにけん引されてるかっていうと例えば元デトネーターにいる釈迦さんなんかが。 月に337時間放送してたった1人で1ヶ月で3億5000万分ぐらいの時間を人々から獲得しているとその下にいるスタイリッシュヌーブさんも3.2億分なんかが視聴されてるってことで月に彼ら2人でまあ600時間ぐらい放送されてるわけですよねじゃあそれを全部見るのって無理だしそれでもまあコアなファンは 平均1万8000人が同時視聴し続けているような状況にはなってるんですけどこの面白いコンテンツとか影響力のある数字のコンテンツが300時間も毎月放送されているっていう状態の中でどうやってそれを楽しめばいいんだっていう状況になっていくわけですね。 ハイライトとして、まあ、10分弱ぐらいの動画にして切り抜いてそれを動画にして YouTube に投稿しまくってるっていうのがこの切り抜き動画の今の状況ですとでそうするとそれが10万回とか20万回とか再生されていってここで発生している広告収益っていうものがビジネスとしては成立してるような時代になっているんですと。 これ結構今までで考えていくとびっくりするところでこの切り抜きの動画を作っている人たちだけが収益を得るっていう状態にしなくて良くなるようになったんですよねなので何が起きたかっていうといわゆる動画を制作しているクリエイターが切り抜き職人に動画を作ってもらったらその切り抜き職人が収益を100%得るんではなくて一度 MCN にその広告収益を回収してもらうことで作っている本人と 切り抜いいた職人に収益を安分するっていう仕組みができるようになったんですねでここを今僕らもお手伝いさせていただいていてそれを運営している実際そのゲームタイトルのさまざまなゲームを作っている、えっと、パブリッシャーの人たちにも取り扱っているゲームの動画が広告収益が発生したらそのパーセンテージを、えっと、メーカーにもお戻ししますよっていう座組が作るようになってこれたのでそこの取りまとめとか座組作りっていうのを僕ら と一緒にやららせていただきながら収益の分配をしていくことで権利ビジネスとして、えー、とゲームのプレイとか生放送が商材になってるっていう時代になってきているという感じです。